茨城ヤマシンスイミングアリーナを会場に開催された第91回全日本ジュニア選手権大会、島田真央選手の2連覇などの話題で盛り上がった今大会で、カップル種目若手筆頭の春澄ペアと木田森カップルが躍動。しかしその後の匠の対応に不満の声が寄せられています。5シーズンぶりに全カテゴリーでの競技が行われることとなった今シーズンの大会、男子シングルは混戦予想の中、ジュニアグランプリチェコ大会優勝の吉岡希選手が初優勝、女子シングルはジュニアグランプリ2勝の島田選手が2連覇を達成するなど大いに沸きました。さらに昨今の活躍で注目を集めるカップル種目にも視線が注がれており、ペア結成1年目の新星村上春奈選手、森口澄忠選手組の春澄ペアとジュニアグランプリで日本カップルとして初の表彰台に上がった木田森こと木田直選手、森田雅也選手組に注目が。ペアでは1組のみの出場となった状況でも一切の妥協を許さなかった春澄の2人、木下アカデミーの新ウェアを脱ぎ捨て爽やかなブルーの衣装をまとったショートプログラムでは圧倒的なスピードを維持し、安定感のあるリフトや息の合ったスピンなどを披露。フリーでも圧巻のサイドバイサイドの連続ジャンプで沸かせるだけでなく、先輩りくりゅうと同様楽しそうに笑顔で滑る姿が見られ、総合 149.08 点を獲得。試合のたびに成長する2人にファンの方々からは期待の声が寄せられていました。対してアイスダンスは木田森カップルを含め4組が出場。初日のリズムダンスではタンゴのリズムに乗りキレのある演技を披露した木田森の2人は最後までスピードを落とすことなく滑り切り、2位に10点以上の差をつけて見事首位通過となると、続くフリーダンスでもパーティーが襟のような大人っぽい衣装に身を包んだ2人は情緒たっぷりの演技を披露。レッドノーティスなどのナンバーを軽やかに、そしてダイナミックに滑り、2位に30点近く差をつけ、総合 161.92 点で見事優勝となっていました。そんな日本カップル種目の未来を背負って立つ匠の明暗が分かれたのはこの大会終了後。今大会の上位選手には全日本選手権に推薦され、シニア上位選手と共に戦う権利が与えられるのですが、春澄には与えられ、木田森には与えられない事態に。アイスダンスのルール上シニアとジュニアで課題が異なることが原因のようなのですが、最近のカップル種目の熱が抑えきれないファンの方々からは、どうして木田森は選ばれないの、そこをなんとか、彼らの全日本が見たいんです、など悲痛な叫びが寄せられていました。なお、12月22日から競技がスタートする全日本選手権には、春澄ペアの森口選手と村上選手は、それぞれシングルでも出場することとなっており、特に日が重なる森口選手は、大忙しの大会となりそうです。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Thank you.